どうもこんばんは、中野敦史です。それではロト6の結果を見たいと思います。キャリーオーバーが11億3400万。いやー、なかなか珍しいな。キャリーオーバーが11億円。ってことは今回1等出てないか。ちょっと確認します。1等該当なしで2等が多いな。2等が15口。15口で623万か。まあ、とりあえず、ボーナス数字から確認したいと思います。ボーナス数字が15。15は予想してないな。それでは、本数字確認したいと思います。本数字は、1、4、11、28、37、39はあるけど、1、4、11、28。いやー、一つか。桁違いと一つ違いが二つあるな。三つやな、三つ。だからまあ、全然違う感じではないか。一つ違いと桁違いが、三つあるから。見当違いな感じではないから、まあそこは良かったけど、まあ、今回1等該当なしだから、まあちょっと難しかったのかな。とりあえず、よいしょ。当選数字を書こうか。当選数字書いて、1、4、11、20、15と。それでは、この後、あともう一本動画撮って、それで終わりたいと思います。まあ、とりあえず、この動画は一旦終わりたいと思います。よかったら、チャンネル登録お願いします。ご視聴いただき、ありがとうございました。